人生自分の思い通りに動かしたいっていう人たちが大概努力っていうことをやりますわ。努力って聞こえはいいでしょね、なんか自分が頑張ってるみたいな。でも努力って、まあ、たまちゃん流に言うと、世の中の流れを自分に合わせようと無理をして引っ張ってるような状態なんですわ。そんな世の中の流れがね、人間独りごときに引っ張れるようなやわなエネルギーじゃないのにね、引っ張れるわけがない。あのすごい巨大なダムから水がわっさー、まあ、滝かなんかがわっさーって来てるのに、それを全部自分で受け止めるぜっていう状態と同じですわ。そんな無理に決まっとるのに、受け止められるわけがないのに、うん、だからその流れに弾かれますわな。だからうまくいかないんだなって思うんですよね。その私仕事辞めてもう4年経ちますけど、この4年間1回も努力したことがないです。努力をやめました、まず。そして頭で考えるのもやめてみた、はい、で自分のひらめきだけで今生きています。これ実験なんです。私はひらめきだけで生きてきたら人はどうなるんだろうって。だから今こんな格好になってるひらめきですから。俺ひげ伸ばしてえなみたいなね、うん、伸ばしてみたらどうなるだろうって。伸ばしてみたらどうなったかって言ったら、妻からめっちゃ強力に反対されましたまずここで巨大なアゲンストが吹いたわけですいい加減にしなさいっつってね、4回ぐらい剃られました。これはい、本当です。ずっと仕事辞めてから伸ばしちゃ切られ伸ばしちゃ切られって3年経って、3年後にもうこれはダメだと思って説得にかかったんですよ。私いいですかあなたっつって、ちょっと私の話聞きなさいって、私はひげを伸ばしたいっつってね、そしたら妻が言う、私はあなたにひげを伸ばさせたくないとか言うんですよ。それじゃいつまでたっても平行線だよねっつって、あのさ俺ってさってちょっとね、性格が頑固でさって、俺はやりたいことをこうやるタイプなんよって、それを中途半端でやめさせられたらいつまでもこうやろうこうやろうっていくタイプなんよって、だから一回伸ばさせてくれって、そして俺が納得したら多分俺はスパッて切るんで。でなんでそういうことが言えるかっつったら、私スパッと酒やめたんですわ。でスパッとテレビもやめたんです。でスパッとタバコもやめたんです。はい、もうそう、人間やめてませんけどまだねスパッとやめてませんけどまだでそれを妻は知ってますんで、酒もスパッとやめて、タバコもスパッとやめて、まあ何もかも仕事もスパッとやめて、全部スパッとやめたんで、あ、そっか、この人は何を言っても無理やって、じゃあ伸びるまで伸ばして、さあじゃあもう切るも仕方ないから任せるわみたいなことになったんですよね。何の話ですかね。でじゃあ何の理由があるんじゃこのひげ伸ばすのにっちゅうと、特に理由はないんですよ。伸ばしてえなって、まあ私公務員でしたんで21年間公務員って、まあ、こんなひげ伸ばしたらね、私あの学校の教員でしたから、学校の教員でこんな部署ひげ生やしたらね、校長に呼ばれますからね。でお前いい加減にしろみたいなこと言われるんで、教員時代はひげ伸ばすことは全然なかったんですけどね。ここでね、私このひげ伸ばしてすごく思ったのは、あ、俺ってやっぱ生きてんだなっていうのがすごく思いました。目に見えて変化するでしょこれ。で冬の間めっちゃ伸びたんですよこれ。でも暖かくなるとなんか伸び率がえらい減っとるんですよね。冬の間めっちゃ伸びたんです。なんだろうとか思いながらね。で別にそれだけの話なんですけどほんで不思議な力がついたかなっちゅうと、まあまだ何が不思議かよくわからない、別に勘が鋭くなったわけでもないような気もするし、まだまだ全然足りねえんだなと思って、とりあえずここぐらいまで伸ばそうかと思ってるんですけど、ここぐらいってちょっと妻に匂わせたら絶対無理とか言ったんで、じゃあまあ納得するまでまあこんなところかなみたいな、結局ここまで伸ばすんですけど、うん、でもすでにあのあれですよ、ヒゲ伸ばすとどうなるかって言ったら、まずこっちのヒゲが、どん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 伸びて唇ラインを超えていくんですわ。で超えていくとどうなるかって言ったら、物食べるときに超邪魔なんですよこれが邪魔なんだから、ここは定期的に切ってます。もう今若干伸びてますけど、でこっちは
いい感じで伸び、この話でいいんですかね、いい感じで伸びたなと思って夜寝るときに本読んだりスマホ見たりするでしょ。ほんとはうつ伏せで枕ここにやってベフってやるじゃないですか。ほんとはベフってやったらこうなるんですよね。今日なんかね、ちょっと待ってもらえませんかみたいな。ほんでひげこうやってやって枕につけてこう見るみたいな。何の話いいんですかね、この話。まあいいか。こうやってこうやってやったらね、ここはね、なんかあったかいんですよ。でもね、こうやってやったらめっちゃうざいですよ、これが。いい加減にしろみたい。よう昔の人はひげ伸ばしよったなと思ってね。でも昔の偉い人ってみんなこれぐらいひげ伸ばしとったでしょうが、あれやっぱなんかのアンテナになっとったのかなと思ってね。はい、だからつってひげ伸ばすことは皆さんにはお勧めはしません、別に。はい、まあ、たまちゃんがやりたいだけの話で。でもそんなね、どうでもいいようなことをとりあえずやりたいと思ったらやってみようと思ったんです。で、やりたくないと思ったことはやめようと思ったんですよ。あのね、やりたくないことをやめようっていうのが一番エネルギーが必要でした。やりたいことをやろうっていうエネルギーは大したことはない。やれやへんです。で、やってその結果うまくいくかうまくいかないかなんて誰にもわからないことじゃないですかね。で、一歩踏み出せない人たちはうまくいこうとしてるんですね。もうすでに、成功を求めるんですよ。いらないから、そんなの、もう一歩踏み出した時点で成功ですから。やりたいことをやるっちゅうエネルギーの方がはるかに小さいんで、そういうやりたいことやった方がいいですよ。で、やりたくないことをやめる、摩擦とやりたいことをやる摩擦っていうのは明らかにやりたいことをやる摩擦の方がちっちゃいです。はい、やりたくないことをやめる摩擦はめっちゃでっかいです。だからやめるのが難しい。だからたまちゃんって、でもね、私その何千人から相談受けましたけど、人生相談、だいたい相談する人間違えてますよっていつも言うんですけど、その人たちのほぼ全員がこんなことやりたいんだけど無理だって言うんですよ。こんなことをやめたいんだけどっていう相談はほとんど来ません、不思議に。それって簡単よってね、やりたくないことやめるエネルギーに比べたらへみたいなもんやから、やんなさいどんどんっつってね、で、そんな人に言うだけだったらね、無責任じゃないですか。だから私もやりたいと思ったことはどんな小さなことでもやってみようって思って、今現在に至るっちゅうわけです。で、やりたいことやってみようなんて思ってたらなぜか農業の道に行ってたっちゅうね。だからおかしいとしか思えないですよね。その農業も、みんながやめれっちゅうのに、その農薬も肥料も使わない、農業をやってみたいってたまたま思ったんですよね。たまたま思わなかったらよかったんでしょうけど、そしたら妻もそれをやってみたいって同意してくれたんで、2人で今やっとるわけです。今現在たまちゃんファームはどうなってるかって言ったら、今ちょうど田植えの準備中ですね、田んぼが1丁分です。一丁分1ヘクタールですね、それと、畑が一旦と、なんとキウイもやることになりまして、そしてキウイをやることになってほどなくして、なんとニンニクをやることになりまして、なんだこれはみたいな、突然降って湧いたの。これもで、私もニンニクを植えたいなって思ってたんですよ。で、植えたいなって思ってるだけで、思ってただけなんですよ。で、思ってたら突然向こうから来たんですよ。ニンニク植えてみらんかいみたいな。で、いやいや、もう植えるって言ったってもう土地がねえんですよねっつって、土地はなって山手の方にいっぱい余っとるから、あんたらやらんかいっつって、で、今メンバー募集中なんよみたいなね。ニンニクメンバー募集中みたいな。ほんでどれぐらい広さがあるかって言ったら2ヘクタールぐらいあるんですよ。2ヘクタールみたいな、2丁分みたいな、それをニンニクだらけにするんすかっつって、あんたの力がいるわっつって、そらそうやろうなと思ってね。で、喜んでやることにしました。はい、だからね、この間ちょうど収穫時期なんですよ、今ニンニクが。ほんならそのニンニクの芽っちゅうのをね、その人が山ほど持ってきてくれて、
で、ニンニクの芽をちょっと炒めて食べたら、翌日私の体中がニンニクになりました。わーほーみたいな、これ絶対育てた方がええわみたいなね。何の話ですかね。努力をする人ってだいたいセットなんですよ。努力をする人は頭で考えます。ほんでね、目標や計画を立てます。で、そこに向かってエネルギーを注ぎ込んでいくんですけど、さっきたまちゃんが言ったように、そんなあなた滝の水を一人で抱えようみたいな、そんな無謀なチャレンジですから、うまくいくわけもなくて、その滝に打たれてどん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 元気がなくなって、その滝と一緒に流れていくの、最後はね、じゃなくて、たまちゃんがやってることは、ひらめいたことで面白そうやったらやる、でひらめいたことで大して面白そうじゃねえなと思ったらやめる、でやってる途中であんま楽しくねえなと思ったらやめるだけです。今それで生きてます。そうするとどん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 ひらめきが、降ってくるんですよ。これ面白そうやな、これ面白そうやなって、あのね、面白そうやなっていうのを探してる時が一番楽しいですわ。はい。でもね、面白くねえことやってる時が一番辛いですわ、人生でしょ。ほんでほとんどの人たちが仕事つまらんなと思ったんですよ。だから仕事つまらんなと思ってるから、ほとんどの人たちがめっちゃ暗い顔してますわ、こうやって見てると。でも聞くと、仕事辞めたら生きていけないっちゅうんですよね。まあ、だから別に私仕事辞めろとか一言も言いませんし、皆さんに言うつもりもないですけど、で、そういう人たちに限って、たまちゃんはええよねって、たまちゃんは才能も能力もあってね、でも天からの味方もついてええよねって、いやいや、天からの味方がついてるんじゃなくて、自分には自分中味方がついてるんですよ。そしてその自分がどん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 自分に指令を出してくる、こんなことやりてこんなことやりてって言ってる、その自分の声を聞いてるだけなんですよね。ほとんどの人が天から声が降ってくると思ってるんですよ。違いますよ、あれ自分が自分に向かってメッセージ出してるだけですから。神様はここにいるんです。ここにいる、誰しもいるの、ここに、それがこの国の、考え方です、まあ、内神様って言ったり分け御霊って言ったりしますけど、あのここの中に神様がおって、この神様は自分なんです、実は。で、自分中神様が自分に向かってメッセージを出してる、それを受け取るか受け取らないかだけの話な、別に受け取ってもいいし受け取らなくてもいいんです。だって神様自分なんですから、神様のメッセージ無視してもいいし聞いてもいいし自分で判断してもいい、それは自分の人生ですからいいわけで。でも、私はその自分から発せられたメッセージやなんかそういうひらめきやそんなのに頼って生きていこうって今思ってるわけです。だから傍から見たら無茶なことばっかりやってますわ。だいたいこの農業やるときも相当無茶でしたんでね。で農業やった上にあなた今グリーンツーリズムっつってね、北九州の中学生たちが毎週毎週7人やってくるわけですよ。火水木ってやってくるんですよ。ほんで金土日月、私全国どこかに行ってますから、金土日月仕事をしてヘロヘロになって戻るでしょ。またまた火水木で7人来るんですよ、元気棒が。ほんでまたヘロヘロになったらまた全国に行ってヘロヘロになって、また帰ってきてヘロヘロになってて、死ぬに決まってるやないかっていうのを1年間やったんですけど、全然死なないですわ。死なないどころか元気ピンピンですわ、こっちもね。おかしいなって。なんで普通の人たちは仕事をして、まともな仕事をして、なんかすげえなんかもう死ぬんじゃねえかこの人みたいな顔して家に帰ってくる、ほんでまたなんか死にそうな顔して仕事職場に行く、なんでかいなって思ったんですよね。なんで死にそうな顔する。でもその仕事してる人たちの中には楽しそうに仕事してる人たちもいっぱいおるんですよ。まあ今日ね、ちょっと私大分セントレアの飛行機の便が1日2便しかないんですよ、朝と夕方しかない。で夕方の便に乗ったらここアウトです、間に合わないんで朝来たんですよ。で朝来たら手持ち無沙汰でしょね、ここ6時から始まる、まあ、6時から始まるっつってね、ほとんどの人が6時に来なかったんで、後で後でちょっと一人ずつ呼び出しますけど本当にここは南国かみたいな、おかしいなとか思いながら、まあそんなのはどうでもいいんですけど、
で、手持ち無沙汰だったらちょうどいい具合にね、私の悪友がたまちゃんってなんと仕事で私そのたまちゃんがセントレア空港に着く頃になんと仕事でセントレアに来てるのっつって、でよかったら私の職場にたまちゃん来ませんかみたいな、悪友でしょ完全にね。もうそれいいねっつって、でまあその提案に乗っかって行ったわけですよ。で行ったらそこの、職場ってその引きこもりとかそういうその社会に馴染めない人や挫折した人たちをいろいろこう技術指導をして、また就職支援やってる会社だったんですよね。でそこで働いてる人たちっていうのはやけに生き生きしたんですよ。でもこの人たちが何をやってるのかっつったら、じゃああなた何やってるんですかって聞いたら、いやー雑用ですねって言うんですよ。普通雑用っていう言葉にいいイメージとかないやないですかね。普通雑用って言ったらやらされ仕事ナンバーワンね、トップ3に入ることでしょう。でもその雑用ですっつって、いや雑用じゃ分かんないから何やってんのっつったら、こんなこともやってます、こんなこともやってます、こんなことも多彩じゃんのみたいなね、うん、でもそれを生き生きやってるんですよその職場でね。なんでその時にね、もうつくづく思いましたわ。ああそうかって、ほとんどの暗い人たちっていうのは仕事をやらされごとやと思っとんねやなって思ったんですよね。やらされごとでやることってどんなに素敵なことでも疲れ果てていきますよ。ところがやらされごとじゃない自分で選んでやってること、自分がやろうと思ってやってること、自分がやりたいと思ったことっていうのは周りが止めてもやりますわ。っていうかやらなくていいのにやりますわ。でいつまでもやりますわ。不思議ですよね。やってることは同じなんですよ。でもこれを例えば上司から命令されたからとかね、会社から言われたからとかね、うん、そういった誰かから言われてやってるって思ってる人たちっていうのはめっちゃ疲れていくんですよ。皆さんも経験ありませんかね。多分ね、私と同じような人たちがここに集まってるんで、私ね人から命令されるのが大の苦手なんですよ。まあ、だから仕事辞めたんですけど、めっちゃ苦手なんですよ。だから私団体行動が苦手なんですよ。まあ、だからアウトローになるんですけどね。はい、本当教員になってからもそうでしたよね。この研修に行けとか言われて行かされるともうめっちゃダメなんですよ。はい、そんな性格は子供の頃から全然変わっとらんのですよね。でも自分がやりたいとか受けたいとか思って研修を書いたやつは喜んで参加するんですよね、うん、不思議なもんでね。同じですよ研修を受けるっちゅう、同じことやってんのになんでこうも違うんかなって思うんですよね。だから元気がない人たちっちゅうのは、あ、なんか人生はやらされ事だと思ってる人たちなんやなって思いました。すごくだから簡単ですよね。だってやらされてるっつったって最後に決めてるのは自分でしょうが。私たくさんの人から相談を受けた時に、いやいや親がこう言ったからもう親には逆らえませんとかね、いやいや生きていくために仕方がないんです、この仕事をするしかないんですってほとんどの人が相談してきたんですけど、でも最終的に決めてるのは自分じゃねえかなって思うんですよね。ですよね。最後の最後で決断、自分の人生を決断したのは自分なんですよ。だって世の中には親から言われたからって言って親と喧嘩して親と縁切ってる人もいっぱいおるわけですよ。ですよね。で会社からこう言われたとか、その生きていくために仕事してるとか言って喧嘩別れして別の職場にジョブチェンジしてる人も山ほどおるわけですよね。で会うまでジョブチェンジしてる人もおるわけですよね。この人たち羨ましいなと思いますけどね。でもそれを選べるにもかかわらず自分はこの会社で仕事をするっていう判断をした。じゃあこの時点で自分で決めとるわけですよね。もうそれでも俺はこの会社で頑張るんじゃって決定した。じゃあ自分で選んだことで、それをああそうか俺の決めたことやから頑張ろうって思えるかね、それをこういやいやもうこんなんやらんとあかんしって思ってるかだけの違いやなって思うんですよね。で、私は今やらないかんことっていうのはないわけです。でもっと言えば妻もやらないかんことなんて何にもないわけです。別に田んぼしなくていいんです私。ですよね。いやもっと言えばこんな講演会しなくてもいい。
ね、筆文字セミナーもしなくていい、何にもしなくていいんですよ。私1回でいいから何もしなかったらどうなるのかっていうのをやってみたいんですけどまあまだこういうのはこれはやりたいんでやってるだけで、いつかもうこれに興味関心なくなったらやらないかもしれないし、もう別のことやってるかもしれない、それ全然わからないんですけど、全部自分の人生は自分が決めたことなんだって腑に落ちた時に、たとえ自分の意に沿わない結果になろうとも自分で決めたんやからなって、そりゃそうやろなって、自分でだって仕事辞めるって決めたもんなって、じゃあ辞めてからぐちぐち文句言う筋合いはねえよなって、だって俺が決めたんだからってね、うん、って思って今やってるだけなんですよ。まあこの中にね、いやいや仕事行ってる人なんて一人もいませんしね、まあみんなそのこのボーダー越えてきた人たちですから、まああの一般論として聞いてもらえばいいんですけど、タマチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。